ロールスロイス初の EV スペクターが2023年の発売に向けテストを開始。その姿が初めて目撃されました。派手なカラーリングでテスト走行。ロールスロイスは2023年第4四半期の市場投入に向け、同社初の EV スペクターの実走行テストを開始。そのプロトタイプが初めて目撃された。プロトタイプは 様々な条件でテストを行い、400年分の使用に相当するという約2億4000万 km を走行する予定だという。今回カメラが捉えた車両では、新型 EV のデザインをより鮮明に確認することができる。スペクターは、特徴的な長いボンネットと筋肉質なプロポーションを持つにドアのグランドツアラーとなり、2013年に発売されたレースの 後継モデルとして有力視されている。レースの全面的な生産終了はまだ発表されていないが、米国市場では今年、ソフトトップのドーンと並んで撤退していることから、その時期が近づいていると考えられる。2008年に登場した F-01 世代の5シリーズをベースに親会社である BMW が全面的に開発したプラットフォームを採用しているのは、今やレースと、 ドーンだけだ。大型のファントム、ゴースト、カリナンにはロールス独自のプラットフォームが採用されている。このプラットフォームには EV のドライブトレインを搭載することができる。ロールスロイスが電動化を初めて予告したのは2011年に発表されたファントムをベースとしたコンセプト 102EX だ。 このコンセプトは、主に大廃棄量のガソリンエンジンに代わるものとして、電動パワートレインの可能性を判断するために、考案された 102EX とスペクターの外観の違いには、ロールスロイスの電動化時代における、デザインの進化が現れている。ミュラーオトベス CEO は、オートカルに対し、エンジン非搭載車であっても、ブランドのトレードマークである、 パルテノングリルを何らかの形で存続させることを示唆した。スペクターは、レースの特徴である逆開きのドアも継承し、今のところ大幅に車高が高くなるという予測もない。そのため、高級クーペとしての性能は維持されるだろう。2016年に発表されたコンセプト 103EX は、ブランドの EV デザインの方向性を示す手がかりとなった。スペクターは、 量産に適した伝統的なシルエットを採用しているが、その関連性は明らかだ。EV なのにロングボンネット、現行プラットフォーム、アーキテクチャーオブラグジュアリーは柔軟性が高く、スペクターでもエンジン車仕様を設定することができるだろう。プロトタイプの長いボンネットは同プラットフォームをベースにした全モデルに搭載されている。 ツインターボ6 7 5ル v 1 2エンジンのスペースがあることを示唆している。しかし、ロールスロイスは、ハイブリッド車を EV へのつなぎとして使うという業界の流れに逆らって、純 EV ドライブトレインへのこだわりを表明してきた。ライバルのベントレーが3台のフェブをラインナップしているのとは異なり、ロールスロイスは、従来型のパワートレインを電動化することはない。ミュラーを飛べす CEO は、 ガソリン車から EV へのスムーズな移行を約束し、V12 エンジンは長い間使われることになると述べている。とはいえ、V12 は2030年のラインナップ完全電動化までには退役する見込み。1904年にヘンリー・ロイスが設計し、チャールズ・ロールスが販売した2気筒の 10HP から始まった126年間の内燃機関による 自動車生産に終止符を打つことになる。スペクターは、ブランド本拠地の A グッドウッドにおいて、これまでのモデルと同じ生産ラインで、手作業で組み立てられる、BMW グループの既存モデルをベースにしたものでは、ないと、同社は胸を張る。そこで疑問なのが、ドライブトレインだ。ロールスロイス独自の EV モーター技術の導入は、明らかにされておらず、親会社が提供するモーターの使用も、 確認されていない BMW の最上級 EV である新型 IX-M62 搭載予定のツインモーターは最高出力 608PS を発揮し2.5トンの SUV を静止状態から約4.0秒で時速 100km まで加速させる性能を有するこのような力強さはロールスロイスの滑らかで 高性能な V12 の特性を模倣するのに適しているだろう。一方、BMW が開発中の長距離走行用、固体電池を採用する可能性は低い。ロールスロイスは顧客の多くが都市部に住んでおり、頻繁に長距離移動をしないことをブランドとしても認識しているため、航続距離を追求することはないと思われる。BMW グループは、 水素燃料電池の開発にも取り組んでおり、最近発表された X5 ハイドロゲンはその姿勢を表すものとなっている。ミュラー・オトベス CEO は現在、私たちはバッテリーが適していると考えていますと、オートカルに語ったが、大体のソリューションを用意しておくことは、懸命であると付け加えている。業界では、一般的に、水素は大型で重量のある車両に適した。 動力源であるると考えられているロールスロイスは市販車の中で最も重い車の一つであるため将来的には FCEV 技術の恩恵を受ける可能性がある。